ビジョンに再接近。一般的ではない方法でチャレンジしてください。ラッキーパーソンは体力がありそうな人です。5位のいて座の人は好きな食べ物でやる気アップ、食器や音楽で特別感を演出しましょう。6位の双子座の人は想像力を働かせた行動をすると良さそう。年上の視点で物事を考えてください。10位の蟹座の人は無責任な助言でピンチに、結果を考えて慎重に行動しましょう。そして今日最も悪い運勢の人は、ごめんなさい乙女座のあなたです。気持ちの揺れが大きく、ついつい焦りが、今しかないと思わずに一呼吸置いてください。